こんにちは、トラマルです。今回は、多分真面目な動画撮るの3回目、ドラムの真面目な動画撮るの3回目になると思うんですけども、この前の、動画に来た質問を一つと、今年のですね、もう春になるんかな、春になるから多分軽音部に新しく入る子っていうのも多分増えてくると思うので、そういう子に、役立つちょっとドラムの情報などをね、お届けできたらと思います。それではこの前の動画で来た質問1個目やっていきましょう。さあ行くぞ。じゃーん、こちらツインペダルとなっております。イエーイ、どん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 、はい、こちらツインペダルです。まず、メインで踏む、こっち側の説明からいこうか。この、右側の、ペダル。これ普通のペダルなぜ動くかっていうと、まあ、これを踏みますと、こう、ここチェーンがあって、そのチェーンの、チェーンが緩んでゴンと押してくれるわけなんですね。それはまず分かったと。じゃあ左側がなぜ動くのか、それはここにあります。このシャフトがあるから動くんですよ。こっちも同じ仕組みでこう降りますよね。降りるけど、このシャフトがこう回転します。こう回転してくれます。回転すると何が起こっているかというと、こっちについてる回転するやつが回転しまして、でこのビーターのここが回転すると。回転しか言ってんもんな。いやでもわかるやん。ここを押すと、ここが回転して、このビーターが回転すると。そういう仕組みでツインペダルというのは動いてるわけなんですよ。お分かりいただけましたでしょうか。やから、例えばここがね、外れると、ほら、ツインペダルは動きません。じゃあツインペダルで何が一番大事なのかというと、ここなんですな。このシャフトが大事になってきます。だからドラマーはもう揃いも揃って、ここのシャフトだけはええやつにするというのがね、まあセオリーとなっております。まあツインペダルの動く説明、こんな感じでした。でん、皆様、わかりましたでしょうか。さっきのがね、ツインペダルが、動く仕組みとなっております。もう仕組みが分かったら、もうあとはね、もう実践あるのみ、もうめちゃめちゃに踏んで楽しんでください。それでは次の質問いってみましょう。さあ行くぞ。あともう一個来てたよな。タムってどういう時に叩くんですかっていう質問。これでも難しくない？なんかトラマルもさ、なんかこういかんぜ、なんかこうドラムを感覚でやってしまってたからさ、どういう時に叩くってなった時の説明が難しいんやけど、ちょっととりあえずやってみましょう。どういう時にタムを叩くのかっていう話なんやけど、ドラムとしての1セクションを、終わらせたい時っていうのに、タムを叩くことが多いです。トラマルは。例えばやねんけど、
あるとしましょうね。でもこれってなんかあドラム終わったっていう感じせえへんやん。やけどもタムを入れるとあドラム終わったって感じするやろその違い、うん、今のでよかったんかなでもなんか大体分かったやん。なんかタムを入れるとあ終わったっていう感じがする。まあこれはフィルインっていうのに限ってやねんけど、まあとりあえずはそれぐらいの認識でええんちゃうかなって思います。普通にでも例外としてなんか曲中のなんかフレーズメインフレーズとして叩くこともあります。まあベビキンで言うとヘビ人間とかそういうのの曲のメインで、叩くフレーズになったりもしています。よし、さあ行くぞ。はい、そして本日の動画のラストとなります。これはもう新人軽音部新人ドラマー大歓喜の8ビートのじゃんスーパーわかりやす表となっております。一体これ何なのっていうことがちょっとこれ全部書いてるんですけど、これを順番に読んでいったら8ビートが叩けるよっていう話。8ビートって口で言えたら簡単に叩けるんですよ実は。まあ、これを口で言うとドッツタッツ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 っていう音になります。まあそのこのバツハイハットがこうバスドラにかぶってる部分とかは、バスドラの音を口ずさみます。でハイハットに丸が被っているときは、スネアの音を口ずさみます。これ音も書いてるからね。これがスネアがタッツ。で、バスドラがド。ドッツタッツドッツタッツ。そう。これを理解して、このドッツタッツの歌が歌えるようになれば、8ビートはすぐ叩けます。これ簡単やから、これ覚えといてな。これドツタツの歌。例えば、ドツタツの歌が歌えたら、ドツタツ、ドドタツとか言って、応用も聞くから。応用も聞くから、これ。ここ、ドドドドタツでも、この表さえ頭に入っていれば、こう頭、うわー、どうやったっけってこんがらがらずに覚えれます。これ便利なんで、みんな、こう自分で書いてでもいいし、なんかこれ覚えてみてください。じゃあちょっと実践でやってみましょう。このドツタツの歌を歌いながらトラマルが8ビートを叩きます。あ、そうや、8ビートってそもそも何っていう話なんやけど、ちょっと前後してごめんな。このツツ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 が一セクションに8つあるっていうのが8ビートです。基本は多分先に言っておくぞ、多分Maybe 多分、うん、そうそう多分ちょっとは勉強になるかもしれんけど、ちょっと話半分で聞いといてほしいところある。正直あんまり自信はないまあ多分合ってるから、うん、多分合ってるから、まあちゃう方としても多分これは8ビートなんで、8ビートって言い張ってください。ではちょっと叩いていきましょう。よっしゃ、ではおさらいです。ドン、タン、ツ。じゃあ
まずドツタツの歌を歌います。ドツタツの歌を歌った後8ビートを叩き始めます。ドツタツ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 。ね、意外と簡単だったでしょ。ということで、ドツタツの歌もみんな覚えたということで、今後の、まあ、軽音部入る子は軽音部ライフ、これから普通にドラム始めたい子のドラムライフ、いや、普通に知れてよかったねの人もよかったね。皆さんのドラムライフを、楽しんでください。そして、またこの動画にも、質問のコメントなど、普通のコメントなど、どしどしお待ちしておりますので、皆さん気軽にコメントしていってください。そして、高評価、チャンネル登録も、忘れずに、してください。ということで、ベイビーキングダム、トラマルでした。ありがとうございました。またね。バイバイ。テレレレレテレレレレレ。